これがキモの360度カメラ。おすげえ。カラーね。あ、これはなんかもう iPhone みたい。なんか反応いいっすね。レースシミュレーターみたいな。エンジン切ると駐車監視。さあ、今内蔵マイクで喋ってこう運転してみてるんですけど、どんな感じ？ハロー YouTube。 はい、どうも、もてなしハローです。今回はですね、こちらの安くて高機能なね、360度カメラドライブレコーダー、こちらをですね、ブーシさんというところからご提供いただきましたので、早速ね、開封と設定と、まあ実際に使ってみてみたいな感じで、レビューしていきたいと思います。では開封いってみたいと思います。すごいシンプルなね、こう箱で、開けたらもうすでに説明書がありますね。説明書はもう普通に全部日本語で、で、これが本体かな。こんな感じで、うわ、すごくいい感じ。なんか光沢があって綺麗ですね。裏はこんな感じ。これがキモの360度カメラ。あ、結構いい感じにこうカチカチ動きますね、これね。本体の上はですね、 USB、 あとこれはリアカメラ端子ですね。あとこの SD カード端子みたいな感じ。この辺がスピーカーみたいですね。ここに電源ボタンがあります。はい、では付属品いってみましょう。これはシガーライターのソケットですね。そして、取り付けマウント。そしてこれが配線のクランプみたいな感じですかね。 3M。 はい、内容物としては 1,2,3,4 つだけみたいな感じで、すごくシンプルなパッケージになっております。はい、ではね、試しに電源入れてみたいと思います。本体の裏を長押し。起きた。お、結構いい感じのなんかオープニングサウンド。はい、起動が終わるとなんかこう、なんかすでにね、360度映像が繰り広げられてますね。あ、でこれタッチパネルなんですね。タッチパネルを押すとこういうメニュー画面が出てくる。こう設定画面を押すと、おー、すげえ。これはすごい、普通に見やすいですよね。スマホみたいにこう感度がいい感じだし、カラーね、色分けされてるんで見やすいですね。はい、ではね、上から設定やっていきたいと思います。常時録画っていうのが、1分、2分、5分ってありますね。僕はね、多分ね、ファイルサイズ的に長い方が好きなんで、5分とかにしておきましょう。あと G センサーっていうのは多分振動を感知して録画を始めるみたいなやつだと思うんですけど、まあ、これは中間でいいですかね、とりあえずね。で、周波数は 50Hz、60Hz ってあって、まあ関東だと50、西日本だと60みたいな感じでやるといいらしいですね。このちらつきみたいなやつですね。あと自動録画モード、多分これが振動とか、あとエンジンかけた時に始まるやつだと思うんで、これはオン。あと音声記録もオンにしておきます。あとバックカメラの鏡像ですかね、なんかあの鏡みたいになるかどうかってやつでしょうかね。これはバックカメラ今回ないんで、そのままでいいでしょう。あとスクリーンセイバーが1分で、これは変えられないかなって感じですね。あとはシステム、日本語、あと明るさの調整ですかね、これね。明るさの調整ができて、音声の音割れするんだったら小さくとかっていうやつですかね。時刻設定とシステムフォーマット、これ多分あの SD のフォーマットですかね。あとファームウェア。じゃあ時間を設定します。あ、これはなんかもう iPhone みたい。なんか反応いいっすね、めちゃくちゃ。このタッチパネルの完全これ iPhone みたいな感じで、すごくタッチ感度がいいなっていう印象があります。はい、設定としてはこれぐらいしかないですね。はい、じゃあ SD カードね、入れていきたいと思います。こちらはですね、別売りなので、最初に用意しておく必要があります。今回ね、家にあったやつがこの 32GB の SD カード HC ですね。 SDHC でクラス10ってやつ、こいつでちょっとフォーマットしてみたいと思います。はい、このように入れて、ここポチッとパチッと入りますね。そしてですね、フォーマットをしてみましょう。フォーマットはカードのすべてのデータが削除されます。確定ですね。はい、では車内の方でね、取り付けの方をやっていきたいと思います。これ両面テープでこう取り付けるようになっているので、まあ、仮付けというかね、結構位置決めは慎重にやった方がいいかなって感じしますね。まあ、一回貼るとね、剥がすの大変なんで、まあ、仮付けというかで、結構場所を確認して移り具合とかね、そっから取り付けるのがいいと思いますね。はい、取り付けのブラケットですね、これが。ここが両面テープになってて、あとここがね、こう切れかけがあるんで、こう本体の切れかけに合わせて、まあ、こういう感じですかね。これが上になる感じ。横から見るとこんな感じね。これでどう映るかっていうのを、こう、
試しながらね、どこがいいかっていう風に写りを確認しながらね、やっていきたいと思います。これが付属してきた電源線シガーソケットですね。結構長いんで割と自由度は効くかもしれないですね。でこれをシガーソケット挿してですね、ここがちゃんと電気つきます。この上の端子にこれを USB で挿すと、これのね粘着かなりあるんで、なんかねこの剥離紙が取れなくてめっちゃ苦戦しましたね。取れました。これかなり強烈。はい、こんな感じで取り付けました。ここに保護フィルムが貼ってあったんで、ちょっとこれ剥がせばクリアになると思います。結構綺麗。あとはこれでこう角度を調整したり、あとこれねやっぱ360度なんで、こうやってこっち側にしたりとか、これこうやってすごいね。こういう風にしたり、はい、モードが4つあるみたいなんで、それ試してみたいと思います。これ右端のこのボタンを押して、でワイドアングルモードっていうのがこれ今この状態ですね。これねすごくかっこいいですね。ワイドに映るやつ。これカメラを前向きにしてとか、あとまあちょっと調整も結構できるんですけど、こういう感じでねやったりとか、上空からの視点とかもできちゃうし、これとかもう完全なんかレースシミュレーターみたいな感じでかっこいいですよね。これがワイドアングルモードで、球面モードっていうね、これは下向きにカメラをやります。このカメラを下にすると球面モード、あーすごいですね。これ下向いてるけどちゃんと前も向いてるし、こう横、あと後ろも頑張れば見えるか、これ後ろはあんまり見えないけど、あとこういう風な感じね。この車で言うと後ろなんか多分スモーク貼ってあるとかっていう関係ですごい暗い感じで映っちゃうかもしれないですね。リアカメラはオプションであるみたいなんで、そういう車はリアカメラオプションで買った方がいいかもしれない。はい、続いてフロントバックモードね、前と後ろっていう感じね。そしてマルチウィンドウ、これは前後左右みたいな感じで映りますね。はい、そしたらエンジン切ってみたいと思います。あ、これがいいんですよね。エンジン切ると駐車監視電源オフ取り消してあって、駐車監視モードっていう風に選んどけば、これ本体にバッテリーが内蔵されてて、なんか説明書読んだ感じだと2時間ぐらいね、駐車監視モードを充電してあればいけるみたいですね。これもあると便利よね。当て逃げ対策とかになるかもしれない。イグニッションオンでもう普通に立ち上がるって感じですね。はい、なんかいろいろね微調整してみた感じ、映りをですね、ドセンターがやっぱ一番いいですね、360度カメラは。はい、というわけでとりあえずこのような仮付け状態、真ん中に設置したような感じの状態で街中を走ってきてですね、パソコンのビューアーでどのように撮れてるかって感じでやっていきたいと思います。それではドライブ行ってみましょう。はい、ドライブに行ってきたので、こう取ってきたね SD カードチェックしてみたいと思います。カードリーダー入れてですね、本体で使ったメモリーカード挿すとこういう感じになってますね。ベイシーセットアップとかっていうこのアプリケーション、多分これでこの専用ビューアーみたいになってると思うんで、こいつをやってみましょう。はい、これでセットアップが始まります。ウェルカム、ネクスト、ネクストで、これでフィニッシュですね。このようにアップデートが入りましたね。はい、なんかアップグレード OK になりました。はい、で一応ファイルフォルダはビデオっていう風になってて、でこれが AB、PIC、SOS とかなってるんだけど、 A とかでやるとこのようにビデオファイルになってて、これ VLC とかでやると、あ、このようにね球面みたいな感じで、普通に VLC プレイヤーとかね、普通のメディアプレイヤーでやると、まあ、こう球体全部が映ってる状態ですね。付属の専用ビューはこちらにですね、この動画ファイル、これで撮ったやつを、こうドラッグドロップするとですね、こういう感じでめちゃめちゃ綺麗に映ってますね。さらにこれ面白いのが、こうやってね本体でこうやるのと同じように、こうね自分の好きな映像というかね、好きな向きこうやって見れるんですよ。こうやってマウスでこうやって動かせば、これはすごいですね。こうやって注目できるんですよね。この位置とか、あとまあこういう運転席指定とかも攻めることができる。これはすごい綺麗、予想以上にすごい綺麗ですね、これはね。はい、続いてですね、こう実際に
撮ってきたこの映像ね、あとマイク、内蔵マイクの性能を試した映像があるんで、それをちょっと再生してみたいと思います。さあ今内蔵マイクで喋ってこう運転してみてるんですけど、どんな感じで聞こえるのかなっていうね、内蔵マイクの性能的にちゃんと声を拾ってるかっていうところはちょっと気になるところですね。まあんまり内蔵マイクね、そんな拾ってる必要もないかなと思うんだけど、やっぱね、多少ね、こう煽り運転とかあった時は車内マイクっていうのもね、結構重要というかね、まあそこそこ取れてるといいですよね。あとはその環境音とかね、ロードノイズとかをどれぐらい拾ってるのかなっていうのはちょっと気になるところですよね。はい、というわけで今回はですね、ボーシーさんの360度カメラドラレコですね、こちらの商品の、Amazon リンクの方をですね、動画の説明欄の方に貼っておきますので、興味ある方はぜひですね、そちらから覗いてみてください。というわけで以上、おもてなし太郎でした。またねー。